井井上上日本共産党の井上聡です、えー、武器貿易条約については、まあ、国連のもとに普遍的な基準が作られることは意義があります、えー、将来的にはあ国際社会による通常兵器の管理を展望する上でえで、ー、足掛かりになるものであり、賛成であります、その上で、新武器輸出三原則についてお聞きいたします。 最初の案件になろうとしているのが、揚げミサイル、パック2をライセンス制度する三菱重工に対して、アメリカの冷戦音社から、基幹部品の輸出要請が行われております、えー。新しい基準では、新しい原則では、ライセンス生産の場合は、第三国への再輸出について、事前同意が義務づけられておりません。 日本の部品を使ったパック2が国際紛争の上昇のために使われるのではないかと、これ、どうやって排除するんでしょうか。小野寺防衛大臣。えー、ペトリオット、えー、パック2は、えー、戦闘機、えー、等を迎撃するための装備品でありまして、国内では自衛隊向けに、えー、三菱重工業が米国レイセオン社からライセンスを受けて、当該装備品の生産をせ実施しております。 パック2の部品については現時点で海外移転することが決定しているわけではありませんが一般論として申し上げれば防衛装備移転三原則では移転を認める場合について移転先の適切性や安全保障上の懸念等を個別に厳格に審査しまた目的外使用や 第三国移転について適正な管理を確保することとしておりますいずれにしても政府としてこの新たな原則に基づき海外,海外移転の可否を適切に判断してまいります井上聡君あの2012年の10月の4日に、えー、新しい武器出政策と日米を防衛産業の対応というシンポジウムが都内で開かれております4人発表者がおりますがそのうち2人が霊成恩社の幹部と三菱重工の幹部なんですね でレーソンジャパンの CEO はこう述べております。日本の軍需産業と協力して、パトリオットシステムの生産に興味をしている世界中の新規顧客に納入したいと。数年前、レーソンオン社は日本の防衛産業にパトリオットシステムの部品を製造・輸出してほしいと要請したことがあったが、武器出産原則によりこれは実現せずに他の協力国に目を向けざるら得なかったと、こう述べました。そうしますと、 三菱重工のですね、代表取締役がこう述べたんですね。防衛ビジネスを海外で拡大する手っ取り早い方法はライセンス製裁品の供給だと、こう言ってるんですよで。世界中の顧客に売りさばきたいという会社と、まあ、手っ取り早くビジネスを拡大している。この二つの社がですね、この三原則の一番最初にこの要請をしてきたと。私はこれはまさにこういう防衛産業の要望に正面から答えたものだと思いますが、 えー、果たしてこれで本当に国際紛争の助長のために使えることが懸念がないのかと極めて思うんですが改めていかがでしょうか小野寺防衛大臣あのそのシンポジウムに出席をし,しておりませんので詳細はわかりませんが、えー、先ほど来お話をしておりますけど、えー、パック2の部品につきましては現時点で海外移転することが決定しているわけではありませんので具体的にお答えすることは困難ですが一般論として申し上げれば 米国からのライセンス生産に関わる部品を、部品等をライセンス元に納入する場合においては、仕向け先の管理体制の確認をもって、適正な管理を確保することも防衛装備移転三原則において可能とされております井上聡君、えー。まさに新しい原則の下でさまざまな拡大があるわけですね。もう一点聞きますとお総理のインド訪問後に 救難飛行艇 U.S.2 のインドへの輸出協議が進んでおります。当初はまあ軍事装備付きでは輸出できないという話でしたけれども、この新しい原則策定後は軍事の装備装着状態でも輸出が可能だということをインド側に説明したと報道もされておりますが、新原則ではなぜそういうことが可能なんでしょうか。防衛大臣官房吉田審議官。はい。えー、っとあの新しい指針におきましては。 まずその、えー、我が国の安全保障に資する場合かどうかというふうなこと、それから次に、そういったものが安全保障・防衛協力の強化というふうなものに資するのかどうかと、まあ、そういった中で、えー、我が国との間で安全保障面での協力関係があ,ある国に対しまして、救難、輸送、警戒、監視、及び総会に関わる協力に関する 装備品の輸出、こういうようなものも認めうるケースというふうなこととして整理されてございますので、今後、インドとの間で,です、ね、こういった基準に照らしてみて、どのような形になるのかというふうなことを詰める中で,です、ねえー、今、あの議員がご指摘になられたようなこともです、ね、検討されることになるかと思ってございます。井上君いや日本側がインドに対ししてて装装備備備品、えー、軍備装備付きででも可能だといいう説明をしてるわけですね でこの今の運用指針のご説明がありましたが、全体にかかって、えー、我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国というのが出てまいりますが、これ、どういう基準なんでしょうか、今のインドで言いますと、2008年に日銀安全保障宣言がされておりますけれども、まあ、そういう,う宣言以外でも、例えば首脳会談とか共同声明で、防衛協力の推進であるとか、安全保障の対話であるとか、まあ、こういうものは確認された国も当てはまるということでよろしいでしょうか。 防衛大臣官房吉田審議官、今、あの議員の方からです、ね、あのご指摘になりましたようなものと、それからあともう一つはです、ね、どんなものをです、ね、どのような形で移転するのかと、そういったものを全体的に勘、ね、案しながらです、ね、検討がされていくものというふうに承知してございます井上し君。私が述べたものも当てはまるということでありますが、この間、えー、総理のです、ね、一連の外遊の中で、 相手国とこういう防衛協力の推進などをまあ確認をしているわけですね、つまり対象が大幅に広がるということになるわけでありまして、あの新しい原則がまあこれまでの例外を、まあ、まとめたものだというようなご説明もありましたけれども、結局、例外が原則になって、ですね大幅な輸出拡大に道を開いて、国際紛争の助長につながるものになるということが、ですね私はいよいよ明らかになっていると思います、許されないということを指摘をしておきます。 次に、ガム協定についてお聞きしますが、現行のガム協定の審議の際に、私たちは、ガムへの材料機械兵隊の移転というのは、アメリカの戦略に基づいて行われるものであって、事業内容も予算も、そして規模も、移転の完了期日も、アメリカが決めるもんだと、これに従うようなことはやるべきでないし、そもそもアメリカ国内のアメリカの基地の建設に、 日本がお金を出すという前代未聞のことをやるのは間違いだということを指摘をしてまいりましたで住宅建設をに融資をして、まあ、家賃で返済を受けるというような枠組みが果たしてできるのかと言っていたわけでありますがこれも始まる前に破綻をしてしまったわけですねでその後日本は協定に基づいて資金提供をしたにもかかわらず塩漬けとなってまいりました アメリカの国内の事情で事業が凍結をされ、今回の大幅な見直しになったわけですね、このアメリカの戦略に基づく、アメリカ国内のアメリカの基地に日本が資金を出すという、この枠組み自体を見直すべきではないでしょうか、いかがでしょうか。岸田外務大臣えっと我が国はここれままで在日米軍再編に係るこの日米米軍編ににるの協議におきまして 抑止力を維持しつつ、特にこの沖縄の負担を軽減するとの考え方に基づいて、2006年5月の再編のロードマップにおきまして、在沖縄海兵隊の移転の速やかな実現が可能となるよう、米国とともにグアム移転にかかる施設、及び基盤整備のための費用を負担する とすることとし、2009年に発行した現行協定に基づいて、米国に対し資金提供を行ってきたところであります。まあ、今回の,あの議定書の締結、あのすなわち、 現行協定の改正によって、2012年4月の2プラス2共同発表によるこの再編計画の調整等を踏まえた形で、在沖縄海兵隊のグアム移転の実施必要な多年度にわたる資金提供をはじめとする日米双方の行動が法的に確保されることになります。まあ、これによって、調整されたこの再編計画に基づく在沖縄 海兵隊のグアム移転のための事業の実施が確実なものとなり、えー、米軍のアジア太平洋地域における抑止力を維持しつつ、えー、沖縄の海兵隊の削減、ひいては沖縄県の負担軽減に資する、えー、こういったことになります。あのーまあ、こういった点を,点を考慮に言いますときに、えー、この今進めようとしている取り組み、ぜ、ま、ひ、あ、 着実に進めなければならないと考えております、そのことによって、抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減、早期に実現していきたいと考えています井上聡君。あの結局、反省なしの同じことを繰り返すのかと、今の答弁を聞いて思いました。まあ、日本はお金を出すけれども、まあ、中身はアメリカが決まるということは全然変わってないんですね。今あの速やかなあの沖縄のの負担軽減とということが言われたので聞きますが あの2012年の共同発表でも、まあ、可能な限り早急に完了させると言ってますが、えーガムからのあ、沖縄からのガムへの海兵隊の移転というのは、いつごろ完了する見込みとされてるんでしょうか。はい、じゃあ外務省 富田局長あのこの点にお尋ねの点につきましてはあの2013年10月の,この2プラス2におきまして座沖機関兵のグアムへの移転は2020年,20年代前半に開始するというメドを示しているところでございます井上聡君あのアメリカの国防総省が18日にですねこのグアムの移転についての 環境影響調査の補足説明書を発表しているのをご存じないはずはないと思うんですが、その中ではですね、2010年のアセスのときには5年以上、5年以上の期間に移転が完了するとしているのを、12年以上と、大幅に変わっているんです。これでいきますと、早くても2027年までは完了しないという計算になっているんですね。怒ってますよ、これ、沖縄の皆さんは。 沖縄の地元紙は、これ、いかさまの証明だと、ガム移転の大幅遅延は、大奥米軍基地の負担軽減そのものが虚構だという強い疑念を抱かせると、われわれはこの異常事態を断じて容認できないというのが、地元紙の社説ですよ、話が違うじゃありません、どうなっているんですか。小野寺防衛大臣、あの今あの、えーまあ、記載の話だと思います、ご指摘の記載は。 米海兵隊による見積もりに基づくものであり、具体的な移転時期等については、引き続き米側において精査されるものと承知をしております。在海兵隊ののグアムへの移転は カデナイランの土地の返還の進展にもつながることから、早期に実現させなければならない重要な事業であり、昨年10月の2プラス2共同発表において、2020年代の前半から移転を開始することとされ,されました。えー、今般の草、まあ、案は、この内容に変更を加えるような、えー、ちょあのものではないというふうに承知をしております井上忠君。2010年の時には5年いということを言われてるんですよ。それは今度は12年。 以上と、伸びてるじゃないですか、そんな答弁ないですね、でこの間ですね、グアムで事,態が事業が進展しなかった直接の原因は、アメリカの議会が予算を認めなかったことですね、で米議会は、グアム移転経費の 12, 年12会計年度予算の削除をする際に、日本の提供資金を含むすべての資金使用にマスタープランの提出を求めております。 納税者の観点から、議会が計画をチェックするのは当然のことだと思うんですねで、この先ほどのロードマップの変更を受けて、ガムで必要になる施設インフラ整備のスケジュール費用の全体像を示したこのマスタープラン、5月中に停止されると報道されております、日本の資金提供に関する事業について、当然、このマスタープランを日本の国会にも公表されるべきだと思いますけれども、この点いかがでしょうか。小野寺防衛大臣。 2014年度国防受験法は、米国、米国防長官に対して、資金凍結を解除する条件の一つとして、グアムやハワイにおける分散された兵力体制を実現するための施設整備に関する計画、委員がおっしゃるマスタープランの提出を求めているということで承知をしております。これを受けて現在、米側において、補足的環境影響評価の作業状況を踏まえながら、 マスタープランの、えー、策定作業が進んでいることは承知しておりますが、その提出時期についてはまだ明らかではありません。当、え、該、ー、マスタープランは、米国防省が米国議会の、えー、求めに応じて策定の上提出するものであり、日本政府が積極的に提供を求めたりするもので,するものではないと考えております。えー、必要に応じて今後、その策定状況については確認してまいりたいと思います。井上さし君 私2012年にも同じことをです、ね、当時の田中防衛大臣にお聞きしました、えー、これまでも米側にマスタープランについては要望を伝えてきているところでございまして、引き続き働きかけてまいりたいと思いますと求めてるんですよ、自民党政権は求めないんです小野寺防衛大臣、えーあの、繰り返しになりますが、マスタープランは米国防省が、 米議会の求めに応じて策定の上提出するものであります、えー。日本政府が積極的に提供を求めたりするものではないとは考えておりますが、まあ、必要に応じて、その策定状況について確認をしてまいりたいと思います。井上早し君。税金をね、日本の税金も投入するんですよ。だから日本の国会もこれを出せというのは当然じゃないですか。なんでアメリカ議会はマスタープランがなければ税金投入しないのに、日本はそれなしでも税金投入できるのかという問題だと思いますが、もう一度いかがでしょうか。 小野寺防衛大臣あの、あくまでもこのマスタープランは、米国防省が米国議会の求めに応じて策定しているということであります井上聡君あの。政府はですね、この外国基地への資金提供の理由を、海兵隊がグアムに移転すれば、沖縄の負担軽減になるかかと説明してきましたで、現行協定で沖縄からグアムに移転する海兵隊は8000人で、新協定ではこれが4000人に半減するわけですね。 でえー、にもかかわらず、日本のグアム基地へのこの資金提供は、当時の価格で28億ドルと、同額とされて実際は31億ドルになるわけですね、これまでの政府の説明から言っても、グアムへの移転人数がまあ半分になるという以上、当然、資金提供が大幅減額されてしかるべきだと思いますが、どうなっているんでしょうか。小野寺防衛大臣 2012年4月の2プラス合意によりロードマップ合意の下での計画とは異なり沖縄からグアムに移転する海兵隊の人数が減少したというのはご指摘のとおりですしかりながら本県グアム移転事業は早期にグアムにおける施設基盤を整備し在沖海兵隊のグアムへの早期移転を促進することを通じて米軍の抑止力を維持しつつ沖縄の負担軽減を図るとの 本県グラム移転事業の意義は変わらないということ、それから沖縄から国外に移転することになる第3海兵隊機動展開部隊要員数については約9000名であり、沖縄に残る海兵隊の定員は約1万名とロードマップの水準から変更がないこと、それから沖縄から移転する家族数の減少により、家族住宅の整備は米側負担となり、日本の約33億ドルの出資 出入し,しについては行われなくなったということ、新たにグアム・北マリアナ諸島において共同の使用の対象となる訓令場の整備についても経費負担を行うということになったことなどを総合的に勘案し、日米間で費用負担について協議を重ねた結果、我が国は二十八億ドル、二千八年米会計年度ドル換算でありますが、を 費用負担の上限とする一方、米側は残りの費用および、あるべき追加的費用を負担することとなったと承知をしております、全体として我が国の負担は適切なものと認識をしております井上聡君。あの住宅建設の融資については、返ってくるんだということを繰り返して言ってきたわけですよ、だからこれが問題は真水なんですね、そしてまあ訓練基地を作るということを言いましたけれども、 まあ、そもそも自衛隊が海外にそういうものを持つこと自身が問題でありますし、要するに人数は大幅に減ってるんですから、なのにかかわらず、金額が変わらないのが適切ということは当然、到底ありえないと思います、でこの28億ドルっていうのはです、ね、歴代政権は、その必要な事業を積み上げた結果だと、ずっと繰り返し言ってきたんですね、そしてあくまでもこれは上限だと、で合理化を図って効率化を図った分はその分、経費は減らされていくという答弁をしてきたんです。 だったらですね、人数が大幅に減るならば、支出は削減されて当然なわけで、なのに、逆に新しい訓練場の整備費用が加わったと。事業を積み上げたのにですね、なんで合計が同じになるんですか違う事業を積み上げたのに。それ自体おかしいじゃないですか。結局、28億ドルっていうのは、これ以上負担しないという条件じゃなくて、ここまでは負担するという条件になってるんじゃないですか。 小野寺防衛大臣あの今回の2プラス、これは2012年4月の2プラス合意ということでありますが、そこでの費用見積もりは、2012年米会計年度価格86億ドルと、これが全体の金額であります、そのうち28億ドルを日本側が負担するということ、この合意に合意があったということであります井上なく君。 必要な事業を積み上げたこの金額になったという説明なんですよ。事業の中身の葛藤になんで合計が一緒なんだのかと。おかしいじゃないかと私は言っております。でそもそもですね、なんでこういう前例のない支出があって28億ドルは変わらないのかと。で、この普天間基地の移設とガム移転をパッケージとした。ここに私はあったと思うんですね。で、 その理由をですね、アメリカ側は明らかにしております。これ2012年の3月22日に、これ日本の防衛省が主催をして、シンポジウムをしております。アメリカ国防戦略指針と在沖海兵隊の意義というものでありますが、この時のパネリストの一人がグレグソン元米国務次官補、この在日米軍再編のアメリカ側の担当者だった人であります。このシンでですね、グレグソン氏は、 なぜ06年の日米合意で海兵隊とグアムの移転と、海兵隊のグアム移転と普天間の移設をパッケージにしたのかと、こういう会場からの質問に答えて、いわゆる真水が使えるようにやったと、こう回答をしております。つまり、パッケージにすることによって、日本の財政支出を飲ませたということをですね、ここで述べてるんですね。ですから、 あのー、一旦そうやって日本の財政出の枠組みを作ったと、しかし、えー、普天間が進まないので、グアムが進まないということで、今回は切り離しをしたけれども、一旦作った日本が財政出という枠組みはそのまま残して、そして、えー、この引き続き資金を提供させると、こういう流れになってるから、この28億、変わらなないいんじゃないですか小野寺防衛大臣。 あのそのシンポジウムに出ておりませんので、発言の内容は承知をしておりませんが、いずれにしても、あの米国側の参加者の発言というふうに承知をしております井上聡君あの、ね。防衛省主催の、なんですよ、これは、日本の防衛省が主催してるんです、開会挨拶はですね、当時の防衛え政策局長、西今事務次官ですよ、閉会挨拶は今の官房長ですよ、そこでやってる、しかも主なシンポジウムが言ってる発言なんですね。 そして当時、えー、マスコミもです、ね、ガム移転と普天間移設をセットにしたのは日本側の財政出が目当てだったという舞台裏を明けすけに語ったものだと大きく報道されましたよ承知してないなんていう話はありませんしかもこのシンポジウムの中身はあの動画もそしてこの報告書も、えー、防衛省のホームページに掲載されておりますが今、私が紹介したやり取り つまり会場とのやり取りについては、これは載ってないんですね、不都合な真摯なんで、真実なんで隠したんじゃないですか、なぜこのことをちゃんと明らかにしないんですか。小野寺防衛大臣あの、委員にお伺いしますが、載っていないのにどうして委員は存じ上げてるんでしょうか。井上さ押君。さっきも言ったじゃないですか、当時報道されました、私との関係者も中にいました、そういう発言、必ずあったんですよ、それだけじゃありません。 あの政府はですね新たに沖縄から海兵隊の実情部隊が移動することになってえ訓練場が必要になったかのような説明をしておりますけれどもしかしアメリカは当初からですねこのガムと北マリアナ諸島も含めた大規模な施設を構想しておりましたえ2006年の当時のグッドマン米アメリカ太平洋隊の司令官が太平洋海兵隊の司令官がですね守備よく移転を進めるためには ガムおよびその周辺の世界的規模の訓練施設が必要だと当初から述べてるんですねそしてもともと訓練場建設も日本が使う共同演習する計画があったとこれはですね今紹介したグレグソン氏が、えー、現職の国務次官補持の2010年の2月に都内で講演をしておりまして米国はガムで自衛隊や同盟国に共同演習の機会を与え 継続的に米量に駐留させることになっていると、こう述べております。その根拠が2006年のロードマップと09年のグアム協定になっていると、こうはっきり発言しているんですね。ですから、もともとこういう,う施設建設の必要性も日本が使う計画もあったと。まあ、そこにですね、沖縄から移転する海兵隊の人数が半減して、施設建設費用が減るという新しい事態が生まれたもとで、この訓練場の建設費用も お28億円の範囲内で日本に負担させると、まあ、その理由づけのために、日本の基地使用にも好意的,的配慮を認めると、こうしたというのが経過なんじゃないですか小野寺防衛大臣あの。いずれにしても、2012年4月、えー、の2プラス2、えー、共同発表。 日本側は現場、外務大臣、田中防衛大臣になりますが、その発表の日米合意の中で、今回の失出資については、基本的には総合的に勘案して決めたということだと思います井上君、あ君。外国の国土にある外国の基地に、しかも外国の戦力に基づいたものに、日本が資金を提供し、しかも日米の軍事一体化を進めると、こういうことは。 やめるべきだということを改めて強く主張しまして、質問を終わります。